続いてのお姉さんたちに来ていただきました。ありがとうございます。レアだなって言われがちだけど、実際目の前にしたらまだいいね。じゃあ続いてのお姉さんたちに来ていただきました。一つ目なんですけど、彼氏に筋トレしててほしいか。お姉さん絶対しててほしいです。続いてのお姉さんたちに来ていただきました。ありがとうございます。今から質問するんですけど、ちなみにお姉さんたちいくつですか？22です。 22? 22歳多いよ、ね、今で6人目7人目です。多いっすね。このビーチ22歳しか入れやんみたいなのあるんですか？それはないっすか？それはないと。はい、ということでね、3つぐらい質問していくんですけど、1つ目、異性、まあ、彼氏に筋トレしててほしいか、してほしくないか。お姉さん、ちょっとしてほしい。ちょっと、まあ、がっつりやってるとちょっと嫌って感じですか？なるほどなるほど。まあそうっすよね。まあ結構ね、あるね、はい、この意見は。結構これはあるっすね。お姉さんは、してほしい。してほしい。してほしい。はい。あー、なるほど。じゃあ思ったよりしてほしい方多いですね。 ね、 多いですね。結構最近流行りスラッとした感じなんで、あんましてほしくないんかなと思ったけど、ね、僕たちの思う筋トレしてると、はい、彼女たちの思う筋トレしてるにね、結構遠いが、ね、差があるかもしれないですけど、まあそこら辺を今回は調査していくって感じで、はい、で2つ目なんですけど、今から写真見せるんですけど、その中でどの体型が一番タイプというか彼氏になってもらいたいかっていうのを聞いてます。こちら番号を言うと1234なんですけど、一斉の腕でこのカメラに向かって番号を言ってもらいたいです。また相談なしでいいですか？決まりました？はい。じゃあ行きます。一斉の腕2。おお、2番です。なるほどね。2なんで細マッチョですね。お姉さん、なんか選んだ理由みたいなあります？シワシワ系はあんま、なんかあれですか、こういうカットカットシワシワ系、多分絞れてて、はい、カット見えてると気持ち悪いって感じになるんですか？不健康そうって感じですか？人間っぽくない？あ、ちょっと人間離れしてるジャンルじゃないですか？お姉さん、なんで2番？お酒飲むの好きなんで。あー、なるほどなるほど。多分マッチョ以上になると、そういうお酒とかも制限して、普段から食生活厳しくしてるっていう風な感じに見えると。はい、すいません、じゃあちょっと今日はありがとうございました。ありがとうございます。続いてのお姉さんたちに来ていただきました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。今3つぐらい質問してるんですけど、ちなみにお姉さんたちいくつですか？18 18 18 19。あー、で高校卒業して。あ、そうです。一番今若い。若いっすね。今日22歳しかインタビューできてないですけど、18歳19歳ということで、インタビューしていきます。今3つ質問するんですけど、1つ目がこの彼氏に筋トレやっていてほしいか、それともしていらないかみたいな。どっちでもいい。どっちでもいい。してほしい。してほしい。関西弁っすか？関西が来た。いや、全然東京なんです。ああ、そうなんですか。してほしいっていうのは、はい。かっこいいじゃないですか。ああ、筋肉あった方が、まあ、僕たちとしてはありがたいですね、その一票。ありがたいですね。お姉さんは？でもいい。だからなんか、はい、好きだからなんでもいい。ああ、なるほど。じゃあ2つ目なんですけど、今から写真を見せるんで、はい、その中でお姉さんたちのタイプの体型をちょっと教えてもらいたいです。はい。これなんですけど、あ、これ番号言うと1234で番号打ってます。一斉のでって言ったらここに番号言ってもらう形で。決まりました？決まりました。じゃあお願いします。一斉ので2。おー、今日圧倒的2っすね。まあまあいつもなんですけどね、まあ、まあいつも僕これ3回目ぐらいなんですけど、いつも2ということで、2は細マッチョ。なんか選んだ理由みたいなのあります？なんかわかんない、惹かれた目がそっちに行っちゃったみたいな。なるほど。これはつけすぎっすか？いや、かっこいいけど、はい、これが一番かな。あー、なるほど。これは別にかっこいいけどこっちみたいな。こっち。なるほど。お姉さんはやっぱね、腹筋の形綺麗な。あー、確かに腹筋の形がちゃんとしてる人がタイプ。うん、実はまあこの中に僕たち2人入っていて、で、彼が3番で僕が2番なんですけども、まあ、
写真じゃなくて実際見てみたら意外といやこっちの方がいいなとか、うん、そういうのありますか？筋肉すぎっか。多分写真だと結構インパクトドーンってなるんですけど、実際リアルだったらあこっちもありだなとかあればそういう意見。写真より実際の方が、はい、いいっすか。これは嬉しいっすね。そうですね、これ結構リアルな、リアルな声を聞けましたね。今までよく見る YouTube だと写真だとやっぱ、はい、細マッチョの2番より上になってくるとちょっと好きすぎで嫌だなって言われがちだけど、実際目の前にしたらまだいいっすか。嬉しいっすね。いいっすね。ということで今日はお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてのお姉さんたちに来ていただきました。ありがとうございます。はい、今から3つ質問するんでよかったら答えてください。はい、いきます。1つ目なんですけど、彼氏に筋トレしててほしいかしてほしくないかっていうのを聞いてるんですけど、お姉さん絶対しててほしいです。絶対しててほしい。絶対っすか。マストですか。もうマストです。おお、じゃあお姉さんは筋トレ、はい、ちょいとちょいと絶対って言わなくて、はい、細いっていうよりちょっとマッチョな方がタイプってことですか。まあそうですね、やっぱ鍛えてる方が魅力的、はい、ああなるほどなって思います。お姉さんは別にそんなマッチョっていうよりは程よく筋肉あればそれでいい。ゴリが好きなんです。ゴリマッチョっすか。これ体が大きければいい。ああなるほど、大きい方が単純にゴリラみたいな。ゴリラみたいな。ゴリラみたいな。初めて言われたっすね。初めてですね。はい、続いて2つ目、今から写真見せるんでその中で自分の一番タイプの体型を言ってほしいです。はい、見せるんでこれなんですけど、番号言うと1、2、3、4。3。甘いや。いせのでで、ね、決まりました。はい、じゃあ、はい、いただきます。いっせーので、2。おお、分かれました。分かれました。3、お姉さんが選んだのはまあマッチョで、2番が細マッチョですね。細マッチョ。え、これは何ですか。これはまあ普通体型だ。普通ゴリマッチョ。これじゃん、バキバキみたいな。バキバキみたいな。ちなみになんで3番選びました。2番だと一般的っていうか、はい、ちょっと絞ってるなぐらいな、なんかそこからもっと攻めた感じ、はいはい、こんな感じかなって言って、ここまで来るとちょっと、はい、やりすぎ。4番はちょっとつけすぎ。ありだけど、はい、行き過ぎてもちょっと、怖いですか。怖くはないけどちょうどいいのが3番。お姉さんは3番だとつけすぎって感じですか。そうですね。なるほど。1番はちょっと足りない。足りない。なるほど。今2番と3番選んでもらったんですけど、この写真に自分たちが入ってて、あ、そうなの。これが彼で、これが僕なんですよ。で、実際写真と実物見てみて、はい、どうですかみたいな、つけすぎかみたいな。え、なんか、はい、これ2番でしたね。はい、はい、写真で見るよりついてる。ついてる。あ、実物の方が大きく見える。大きく見える。じゃあ僕は肩っていうの、なんか起こすか、頭毛筋か。こっちの方が大きく見える。あ、実物の方がでかく見える。じゃあそうなった時に、はい、順番ってどのくらいになりそうですか。実際に見てみたらどっちかっていう、サイズ感がリアルは上がったっていう意見だと思うんですけど、そう、2ですか。2番ですか。でかすぎですか。でかすぎる。でかすぎる。結構、はい、こっちに入るかな。あ、特にここら辺ですか。え、そこ。あ、はい、僧帽筋ですね。これはあんまない方がいいですか。姉さん的にはまあでかいと。ここめっちゃでかい。あ、自然な感じ。なるほど。逆にお姉さんの方が2番を選んで、僕の方を選んでくれたんですけれども、リアルで見たら、あ、でも本当はもうちょいない方がいいなとか、もうちょい本当は欲しくてやっぱこっちの方がいいなとかあれば。こっちの方が好きって、でもちょっとつきすぎだな。ちょっとつきすぎ。あ、でも意見反転しました。反転するんですね。すごい。そういうのもあるんですね。なんか写真で見るより意外となんか華奢だった。あー、そうなんですね。確かにちょっと漏れてる。ということで、はい、
ちょっと逆転順番しちゃったんですけど、逆転しました。めちゃくちゃ、はい、いやでも面白いです。リアルなリアルな、はい、リアルな声聞けたんで、すいません、じゃあお時間ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いてのお姉さんたちに来ていただきました。に筋トレしててほしいか、マッチョまでは嫌なんです。ああ、そうなんですね。